おはようございます。こんにちは。こんばんは。サルポンです。今日は Pixel 6A を持って夜景の撮影に行ってきました。ちょうどね、花火大会だったんですけれども、こちらの映像もですね、Pixel 6A で撮影しました。4K の60個までの撮影となっております。夜間の撮影がね、どのように撮れるのかっていうのをですね、この花火で見ていただきたいと思います。それからですね、えー、こういった観覧車、ビルですね、 えー、撮ってきましたクイーンズタワーですねはい観覧車の色も綺麗に撮れてますし水面の色も綺麗に撮れてますねそしてこちらですね、えー、観覧車を遠くから動画で撮ってみました人の量がねちょっと多いんですけれどもこのようにきれいに撮れることが分かりました 特にモードなどの指定はなくですね、通常の動画モードで撮っております。写真の方はですね、ナイトモードですね、すべてナイトモードで撮っております。なので、光量をですね、調節しなくても、光を取り入れてくれるような写真になっているんですね。はい、非常に綺麗に写っていると思います。そして光量が多い場所ですと、やはりですね、ちょっと 照りのあるようなな感じになっていますね、うん、ピカチュウの頭が光ってますしこういった光のぼやけをですね感じる部分もありますしかしながらですね非常に綺麗な写真が撮れていると思います光量の多い場所でもナイトモードで撮ってみているんですけれどもやはりですね、えー、非常に綺麗に撮れていると思いますはいこういった遊園地とか、えー、観覧車の映像がですね綺麗に撮れているのが分かりますね うん、この日は人がすごかったんですけれども、なんとかですね、ナイトモードの撮影をしてくることができました。はい、このようにですね、ビルなんかも綺麗に映ってますし、水面に映るね、光の感じなんかもいい雰囲気が出ているのではないでしょうか。光をしっかりと捉えてますね。ただ、空がちょっと明るいなっていう感じはありますね。やはりこの辺はですね、雲にビルの光が反射して、このように明るく映るんですね。 ですが、ナイトモード非常に綺麗に撮れているかと思います。はい、そして今度はですね、かなり暗所の場所に行って撮影をしてみました。光量がね、えー、周りにいない状態なんですけれども、非常に綺麗に映っているのではないでしょうか。このように遠くのですね、ビルが、水面が美しく反射しているのが分かりますね。一部光量の多い場所に行くと、やはりこのように。 フレア現象のようなものが起こってしまいますね光量が強すぎるとちょっとボケ感のある写真が出てしまいますねはい港未来の撮影だったんですけれども非常に美しく撮ることができたかと思いますまたですねナイトモード撮りに行きたいと思います